こんにちは、しげしげです。極限の闘技場1、こちらを転生アストラトパーティーでやっていきたいと思います。はい、ということでやっていきましょう。まずリーダースキルのおさらいをしながらやっていきたいと思います。リーダースキルですが、悪魔と回復タイプの HP と攻撃力が2倍、木を6個以上つなげると攻撃力が上昇最大4倍ということで、木を6個以上、これが8個ですね、8個つなげた時に最大の4倍が出るようになっております。で、片っぽで8倍、リーダーフレンドで64倍出るようになっております。で、 HP 倍率がかかっているので、今これ10万ありますね。はい、 HP 倍率が4倍かかっているので HP10 万あります。ただ回復倍率ないので、回復バッジは回復強化にしてあります。で、今見たらわかると思うんですけども、ミカエルですね、ミカエルの自動回復が結構いい働きをするので、まあ、複数持ってる方は全然複数編成してもいいんじゃないかなと思います。で、属性強化、烈染めですね。はい、木の属性強化を生かして烈染めの編成がいいんじゃないかなと思って、こんな感じのパーティーで組んでおります。で、決め手としてはロミアからのアスタロトですね。で、2色盤面にできたりしますので、そこからエンハンスで、まあ、最大火力を出していく感じになります。で、はい、今バインド食らって、あ、これやばいパターンじゃない？スキル封印食らうかな、大丈夫でしたね。そうか、フレイヤーが2個持ちだからギリギリこれ5個か。はい、で、バインドには弱いです。サブがね、意外と悪魔回復染めなんですけど、意外とね、はい、さっと見て、さっと組んでみた感じ、意外とバインド耐性持ってないキャラが多かったです。このパーティーだと誰も持ってないですね、リーダーフレンド以外。なので、自分の方のリーダーのアスタロトに、グングニール、オーディンですね、緑オーディンのスキルをアシストしております。はい、で、他のアシストはね、概要欄からご確認ください。全部載せておきます。はい、ただね、リーダーフレンドバインドされないので HP は変わらず、はい、10万近くありますので、まあ、さっきみたいにね、耐久はできるのかなと思います。まあ、道中はね、烈消し、もしくは八個消し、うわ、また来たよ。まあ、耐久していきましょう。まあ、先ほども言ったんですけど、リーダーフレンドが潰されない限り HP 倍率は継続しますので、はい、耐久はできるのかなと。やっていきましょう。全然余裕ですね、10万もあればそれ余裕か。はい、ここで突破していきましょう。まあ、貯めるところでしっかり貯めて、突破するときに8個つなげて突破していく感じですかね。まあ、HP がこれだけあるので、まあ、余裕があるというか、受けるときはしっかり受けて、突破するとき突破していきましょう。はい、で、こういうところの既属性吸収ですね、これはこんな感じで副属性の闇を4つ消しにしてあげたりして、ああ、そっち行ったか、逆に闇が残ってしまいましたね。まあ、ただこんな感じで闇消えるな。はい、まあ、一旦闇を処理して、はい、良さそうですね。
っかり倍率を出して倒していきます。闇巻き作らないようにね。 OK ですね。はい、かなりね HP 倍率があるので安定感があります。でボックスでね木の悪魔回復で相当するとそんなにキャラいないんですけど、意外とね使えるモンスター、例えばビシュヌだったり、今回入れてないんですけどアルテミスだったり、まあ、目覚めを生かしつつ火力を出していけるモンスターがいたり、あとはサスケみたいなキラー持ちですねがいたりするので、まあ、そんなに編成には困らないかなと思います。結構木のモンスターが充実してる方はね、今回めちゃくちゃ強力なリーダーが来たんじゃないかなと思います。アスタロト持ってる方はぜひ作ってみてください。結構ね今回一気にバーッと追加されて育成が追いついてない方、まあ自分もなんですけど多いと思うんですけど、転生アスタルトは全然作っていい、いや作った方がいいキャラだと感じております。普通にね HP が4倍なだけでかなり強いので、で耐久かと思いきや火力も出せるといった感じのキャラで、ここもね8攻撃で突破していけます。150万近くですね出せるので、お、いいキャラ来ましたね。木が降りやすくなるので、まあ変換使ってもいいんですけど一旦呼び込みましょう。で真ん中かな、真ん中を変換してきますね、お邪魔ドロップに。あ、うまいこと。はい、でお邪魔を処理しながら8個で消していきましょう。であとは行くダンジョンによっては天狗だったりも入れられるので、まあ短いフロアなんかはね天狗を詰め込んでそこになんか列変換だったりをアシストして、まあそんなことする人はいないかな、でもまあそんなこともできますよ的な感じで、まあ、十分な倍率が出るんでね、いろいろ使い道はあると思います。うわ結構バインドあるんだな、まあ、ただ2ターンなので大丈夫でしょう。はい、2体潰されててもそこそこの火力は出すことができます。ここどうしようかな、まあ変換して突破していきましょう。いけるか。あー、さすがに2体潰されてると足んないですね。そしたらオーディン使って回復をしながら、はい、行きましょう。この次先制があるので、まあもう十分ですね。はい、大丈夫でしたね。まあここは属性的にも有利なので、まあ列でいいかな。はい、安定してますね。はい、ドラゴンにはロミアのドラゴンキラーが刺さっていきます。一旦1列分呼び込みたいです。 1,2,3 でありますね。はい、一旦1列組んでみます。まあ1列ならちょうどいいかなと。はい、良さそうですね。そしたらもう1ターンでキドロップを呼び込んで、
はい、いい盤面ですね。はい、もう HP マックスなのでだいぶ余裕が。ここはサクッと突破していきましょう。ちょっと目覚め上書きしちゃうんですけど、まあ8個消しで抜けるでしょう。はい、落ちポンも乗って問題ないと思います。でボスかな。はい、カーリーです。まあ、最初に言ってたロミアからのアスタロト、まあ、ロミアにベルダンディアシストしてるんですけど、こっちの方がね回復作れるので、はい、でヒドロップを変換するという意味では一緒なので、これで二色陣ですね。でまあ適当に、まあはい、こんな感じでいいかなと。はい、落ち込んのったので軽く注目しましょう。アスタロトで4000万ぐらいかな。で今のでコンボを重ねれば、バルキリーの7コンボ強化が乗るので、バルキリーがめちゃくちゃ火力を出せるのかなと。そうですね、バルキリーが強化されたのでそこもいいですね。はい、ということで非常に安定して攻略することができますので、アスタロト持ってる方はぜひ転生させてみてください。ご視聴ありがとうございました。